はしもるきやの G2 プリスト。はい、はしもるきやです。はい、マカピンです。今回はコパ・ドゥマウデ呪術、こちらの方見ていきたいと思います。はい、下田清の呪術プリスト。この番組は株式会社ムンデロ、金属工事呪術一式一徹、イサミラスコンチャス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は3月28日、静岡県湖西市の湖西アメニティプラザで行われたコパ・ドゥマウデ呪術2021の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか？はい、ASJJF 主催のコパ・ドゥマウデ呪術2021年度の初開催の大会となっております。こちらの大会から無差別級の試合を中心に見ていきたいと思います。はい、VTR スタート。はい、女子アダルト青帯オープンクラス決勝戦、金城あゆみ対吉永愛です。はい、今上になっているのが金城あゆみ盆栽呪術ですね。対するはパレストラ岐阜吉永愛です。はい、金城あゆみはね、日系ブラジル人の高校生、そして吉永愛はもう呪術プリストで何でもね出てますね、はい、今中学生になりました。うん、吉永さくら、吉永愛の吉永姉妹のお姉さんですね。はい、さあ今回はね、もう緑帯ということでアダルトの青帯のトーナメントにエントリーです。うん、はい、このね、無差別級の前には階級別で、クインテットにも出ましたジュニアのラウレンチーノに勝利して優勝。うん、そしてこの無差別級はどうかといった試合ですね。はい、さあ引き込んでこのガードの状態から今オモプラッタのアタックですかね。マトリックスも作ってますよね。さあ、こういった部分のテクニカルさも見せています、はい、吉永愛。うん、もう緑帯になりましたからね、アダルトになったらそのまんま色帯のトーナメントに出れるというところですね。うん、うん、けどまだ中学生ですからね。うん、さあちょっと今もうパスガード、そしてニンザベリーからのマウント、はい、すごい。やっぱね、金城あゆみもね、うん、あのキッズの時からずっと呪術やってまして、うん、非常にね強い選手なんですよね。ただの女子高生ではないですよ。はい、非常に強い。JK。はい。で、盆栽呪術のね、もう女子のエースと言ってもいいと思います。はい、さあこの腕呪術はどうでしょうか。はい、ちゃんとで、ね、膝を入れてね、あの相手とのスペースを作ってエスケープしてますよ。うん、この金城あゆみもね、はい、あの浜松、岩田、ね、この盆栽呪術っていうねところからできてますからね。うん、今大会はね、静岡県ですので、はい、一応お膝元っていうところですかね。吉永愛はパラエストラ岐阜です。はい、はい、吉永愛選手、このガードワークはどうでしょうか。で、今まではね、ちょっとトップポジションからのねアタックが非常に優れてたんですけども、はい、今回はとガードになってますね。さあまた忍者ベリーの状態でしょうか。膝をちょっと乗せられてますね。はい、そこから腕十字、はい、これはどう。いいですね、ちゃんと上になったんですけど、これちょっと三角締め、はい、そして三角からの腕十字。さあ流れるようにかけていく金城あゆみです。はい、さあどうでしょうか、この状態。ちょっとね、キッズだとね、このぐらいの決まり具合でも止められちゃうんですけど、これ一応アダルト枠なので、はい、止められることもなくついてますね。さあそして三角締めだ。さあ三角締めどうだ、また腕ですかね。はい、さあどんどんサブミッションを仕掛けていく金城あゆみ、けどちょっとどうだ、この決まり具合はしんどそう。はい、さあここまでいけばね、はい、大丈夫といったところでタイムアップ。はい、金城あゆみ判定勝ちですね。うん、ちょっとね、大人の部は勝てませんでした、残念。はい、アダルト紫帯オープンクラス準決勝、安田邦治対ダニーロ浜崎です。はい、ダニーロ浜崎ね、
今は東京のカルペディエム三田のインストラクターをやってますけども、もともとは浜松出身ということで遠征して出てきました。凱旋、はい、でこの無差別級の前にはね、もうライト級で優勝しております、はい、さあダブルゴールド狙いで無差別級にも出場しております。さあこのダニーロの相手安田邦治選手は森山呪術の所属、ちょっとこれアダルトなんですけどもね、なかなかマスター世代の選手がアダルトに年齢カテゴリーを上げて出場というところですね、はい、チャレンジマッチと言っていいんじゃないでしょうか。アダルトバリバリのダニーロ、そしてマスターからアダルトに出ていった安田邦治です。これリストロックですかね、決められてしまいました。ダニーロ浜崎一本勝ちで決勝戦進出です。はい、アダルト紫帯オープンクラス決勝戦、堀部哲也対ダニーロ浜崎です。はい、堀部哲也は HY 柔術、はい、ダニーロ浜崎はカルペディエムの三田ですね、はい、2人とも黒い道着、うん、さあダニーロ浜崎どうでしょうか。このね、湖西市、純地元ですよ、うん、今はね、東京で頑張ってますけども、今、うん、マッチサイドでね、iPhone 持ってマスク、黒いマスクをしているのがね、ダニーロの父ちゃんですね、うんうんうん、息子の試合ぶりを見守っております。久しぶりにね、地元の父ちゃん、家族の前での試合、ダニーロ浜崎どうでしょうか。さあ引っ込んでのクローズドガード、はい、もう先に、ね、ポイント取ってますからね、ダニーロ。さあ今はね、この無双ギアっていうところのね、スポンサードを受けております、はい、無双ギアの道着、なかなかちょっと背中がね派手なんですけども、はい、可愛いですね。はい、いや、堀部哲也選手は勇みの道着ですね、うん、はい、ジュースプリストのスポンサーもしていただいております勇み、はい、この道着もね好評発売中なので、はい、ぜひともチェックしていただきたい。さあ、そしてベリンボーロー、ベリンボーロでバックを狙っていく、はい、そしてクラブライド、そして上になりましたね、はい、おー、後ろについて、さあバックだ、ダニーロね、非常にね、あのアグレッシブなパスガード持ち味なんですけども、非常に素晴らしいガードワークを見せました、はい、ベリンボーロからのスイープ、そしてバックテイク、そして今もう襟を握ってますね。さあ締めを決めれるかどうか、ボアンドアローチョークでしょうか、はい、さあズボンを持って、はい、さあ決めきれるかどうか、ダニーロ、ホリベはね、自らの道着の襟を持ってディフェンスしてます、はい、さあ足もかけましたよ、はい、さあ決まり具合どうかっていうところが逃げましたね、はい、さあ帯もほどけてしまった、はい、さあそのまま試合続行ですね。さあタックル、もうダニーロのこのねダブルレッグが非常にいいですね、はい、こういったところにね勢いの良さを見せてますよね、うん、そして引き込み、さあこのガードワークはどうか。さあまた、ハーフガード、そしてそこからスイープ、はい、スイープからのフットロック狙いをしたところでタイムアップ、はい、判定勝ち、ポイント判定勝ちでアダルト紫帯オープンクラス優勝、ダブルゴールドですね。はい、アダルト紫帯オープンクラス決勝戦、マテウス・ヒロトミと堤浩太です。はい、この2人はね、はい、茶帯のね、もうライト級でも試合をやって、その試合でもマティウスが勝っております。さあそして無差別はどうかといったところですね、ワンマッチ決勝戦の 2試合目、はい、さあ今はディープハーフを作ってますよ、堤浩太。はい、今はねチームオルボックス、自らのねチームを作りました。そしてマティウス・ヒロトミはインパクトジャパン BJJ ですね、今名古屋に行ってインパクトに移籍しました。もともとはね、あの RRT にいたんですけども、それから三重県行ってフランコと一緒にやってましたね、ナインナインジャパン。そして今は、仕事の都合で名古屋に越したので、インパクトジャパン BJJ に入って9番団地とそこでやってますよ。はい、ただマテウスもねあちこち行ってますけども、試合をねしっかりと出てきてますよね。マテウス・ヒロトミ、はい、
さあこれパスガードでしょうか。あ、まだハーフガードですね、さあ堤浩太はディープハーフ、先ほど見せてました。今はもうまたハーフガードから作っていくところ、さあ上になればこれでスイープになるんですけども、どうでしょうか。ちょっとまだ上になりきれないですね。堤浩太もともとねルースターですからね、ちょっと階級差はありますよね。さあどうする、あざクラブライド、はい、ちょっとニヤニヤしてますけども、楽しそうですね、はい、そうですね、もう買って知ったる中ですからね、はい、いろんな技を試していくっていうところでしょうか、うん、自分の技がどれだけ通じるか、それ今試しているようなところがあります、うん、でマテウスもね、なんか本当ゆっくりと自分のね動きを見ながらやってますよね。おっと、いいですね。おっと、どうだ。あ、ちょっとこれ今足か狙いの堤。さあ一発取れるかどうか、はい、あ、ちょっと足外されちゃいましたかね、はい、さあ 50-50 作れればいいんですけども、ちょっと 50-50 足組めるかどうか、そしてトーホールドでしょうか。あっと、足かん、トーホールド、そう回転して逃げる、はい、あ、足は外れましたね、はいはい、ここで堤が2ポイント取りました。あけどすぐさまポイント取り返しました、はい、さあ判決結論割れ目出てますよ。2つに割れております。マテウス・ヒロトミ、みんな割れてるんだよね、そこ桃尻男、マテウス・ヒロトミどうか。さあ今ここから、今ハーフガードの状態からこれは締めでしょうかね、はい、おい、このハーフのところからね勢いよく回転してきますね、はい、おっと、ここでパスガード、はい、さあパスガードですよ、ポイント入りましたね、さあパス、ニンザベリーポイントを畳みかけております、おっと、この足のステップもいいですね。さあこれでしっかりとねステイできればマウントに行けそうなんですけども、ちょっと足抱えられてますかね、はい、さあ今襟を持ちました。締め狙いでしょうか。ちょっと不安定な感じしますけどね、ここからだと、お、いい動きしてますね、はい、しっかりと足を回転させてマウント、そしてまたハーフに作ろうという堤、はい、さあまたサイドポジション、ニンザベリー、さあマテウスはね、はい、もういつ決めようかというところでしょうか。じっくりじっくり、じっくり、さあこれ締めはどうですかね。お、締めを返して今度はバックですね。さあ今タートルポジション、さあマテウスは足を入れてこれでバックマウント行こうというところですかね、はい、でも、あ、そして、はい、あ、バックマウント行きましたね、はい、さあそして首に手を回していきます、はい、あ、リアネキッドチョーク、はい、襟締めではなくてリアネキッドチョークですね、裸締め、はいはい、さあ裸締めとか、そう、そしてフィギュアフォーボディロック、わっと、まあ、ちょっと首というより顎まで決めてましたかね、はい、マテウス・ヒロトミリアネキッドチョークで一本勝ちでダブルゴールド獲得です。おめでとうございます。はい、試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、無差別級の試合ですね。女子の青帯、アダルトの紫茶帯、こちらの方見てきました。どれもね一本で決着した試合が多くて非常に良かったと思います。はい、それでは CM です。呪術プリスト、呪術プリストセレクション、今回紹介する商品はこちら、リバーサルとディズニーのコラボ T シャツです。ミッキーが釣りしてますね。こちら、ドナルドと一緒に船釣りしてるデザインと、こちらは
ミッキー一人で釣りしてますね。釣り針の部分が手になってて可愛いデザインとなっております。こちら色は白と黒の2種類、サイズは S から 2XL サイズ、お値段は税込み6600円となっております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今回はコパデマーデジュース2021の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、このね、2021年度の幕開けだったASJJF 主催のコパマウデ柔術、ここもね、湖西市というところでねやったんですけども、非常にね東京からの遠征組も多くて見どころもあったと思います。これからね ASJJF の大会まだまだありますので、こちらの本も柔術プリストで配信していきますので、お楽しみしてください。はい、島崎屋の柔術プリスト、この番組は株式会社ムンディネロ、金属工事柔術一式一徹、イサミガスコンチャス、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本キアのジュースプリスト、また来週お目にかかれたと思います。さよなら。